何かよ。貴様、あの時私に呪いをかけたな、獣人族が。アンデッド官邸って例の雑魚副団長だ。一応まだ人間みたいだな。お前のせいで私はおしまいだ。責任を取ってもらうぞ。どちら様。え、フラン気づいてない？私を忘れたとでも？初対面。いや、本当か。あ、なんだ、人違いか。嘘をつくな。そんなわけないだろうが。うん、だって全然見覚えない。いや、本当に？うん、本当。でも背中に大きな、うん、いやいや違う違う、その剣やっぱりあん時の下船の小娘だろ。バレたか。お前が何かしたせいで高貴な私がひどい目に。もう許せん。ま、許してもらおうとか思わないけどね。うん。私を睨むか、下船の下船黒猫族ごときが。うお、本当に怒りおったぞ。おいジュラン。黒猫族のガキか。任せてくださいよ。俺たちの一族はこいつらの扱いにゃ慣れてますんで。痛めつけて売っちまうか、切り刻んで猟犬の餌にするか、それとも生皮剥いで便所にでも捨てますかね。おお、それがいい。青猫族。青猫族。フラン、どうした？青猫族は黒猫族の敵。こんなフラン初めてだ。